絶滅危うぐ症状アメージングツインズは2014年から発売されている日本の OVA 作品。アニメーション監督の佐藤淳一が構想していたメディアミックス型コンテンツウィッシュエンジェルの制作が中止になってから本作の構想が始まった。本作は佐藤の監督作品カレードスターのファンに向けた企画意図もあり、アメージングは 北米版の同作のすべてのサブタイトルに使われている。OVA は全2巻が発売され、ここからテレビアニメシリーズへつなげるという構想もあるという。特殊能力、一志を持つ少女、アマネ。彼女は肉体に双子の妹、リリアンの精神を宿している。彼女の一志能力に目をつけ、これを狙う謎の男、ハスドーは、甘根と同じく、 一種を持つ綾と共に、彼女に挑むが、ブルーレイディスクのみ、ATX にて2013年12月29日22時30分23時に、第1話の先行放映を実施。ただし不完全な状態で放映したため、公式サイトにおいて、この放映版は、グ・バージョンと呼称している。翌2014年1月19日22時30分23時に、 リテイクを受けた、グ・ジカ・バージョンを、同じく ATX にて放映し、ニコニコ生放送においても2014年1月11日23時30分24時に、グ・バージョンが、1月25日23時30分24時に、グ・ジカバージョン配信された。第2話は2014年2月27日に、ATX にて一部が、先行放映。 5月6日24時25時に第1点には一挙放送。ニコニコ生放送でも5月25日23時30分24時30分に一挙放送された。月刊コンプエース2014年3月号より8月号まで連載。作画は広瀬窓か。ありがとうございます。